こちらでご紹介しておりますのは、ブレードサーバープライマジー BX900 と、高性能なネットワークインフィニバンドを用いました、高性能な PC クラスターシステムのご紹介になります。でこちら 10U の、大きさのところに18、サーバーブレード搭載可能になっておりまして、 CPU の方も、ジオンの最高クラスの、ジオン5500シリーズ5600シリーズが搭載可能になっております。で 10U の大きさで、これだけの高密度で、ジオンの最高クラスの CPU が搭載できるということで、非常に高性能な、ブレードサーバーになっております。で、こちらの方が、高速なネットワークのインフィニバンドのスイッチブレードになります。こちらのスイッチブレードの方はブレードサーバーの方に内蔵可能になっておりまして、複雑な血栓必要なく高速なネットワーク使っていただけるようになっております。で具体的には帯域としては1ギガビット、イーサネットの40倍ぐらいの性能を持っていますので、こういうPC クラスターシステムのようにですね、並列計算を行いまして、システム間で、データの同期が必要な場合、通信が多く発生する場合には、こういうところで、非常に高速ネットワークを使っていただくことで、オーバーヘッドなく、計算が実行していただけることになります。こちらでは PC クラスターシステムとはどういうものかというところと、あと富士通のテクノロジーの方を、簡単にご紹介させていただいております。で、どういったところで使われているかというところは、代表的なところだとこういう自動車の衝突解析ですね。従来ですと実機を使って衝突の様子を実際に実験を行わないといけなかったんですけども、現在ではシミュレーションを使って解析を行うというケースがもう主流になってきています。でこういったところ、PC クラスターが出てきた背景なんですけれども、そういう非常に計算能力が必要なシステムっていうのは、従来、専用のサーバーを使って1台の大きなサーバーにたくさん CPU を搭載したりですとか、メモリをたくさん載せて高性能なシステムを作ってきたんですけれども、近年ではですね、1台のサーバーは先ほどご紹介したブレードサーバーのように、それなりのスペック、そこそこ、標準的なサーバーを使いまして、それを多数並列化することで高い計算能力っていうのを用意するような形になってきております。実際このブレードサーバー、BX901 シャーシ分で、当社の比較ですけれども、過去の、スパコン2台分7年前ぐらいのモデルの2台分の、性能が発揮できるような形になっております。こちらでは、今回ラックマウントのサーバーと、ブレードサーバーの方で、CPU、メモリの、あとサーバー数は全て同一の構成の PC クラスターを作りまして、でネットワークだけ、1ギガビットのイーサネットを使う場合と、インフィニバンドを使う場合の、変更をしております。でこの2つの PC クラスターシステムで同一の、自動車の衝突の解析のアプリケーションを実行しまして、性能の方を比較しております。で、およそ1時間半から2時間半ぐらいかかるモデルなんですけれども、すでに、これちょっと早めに8時ぐらいから実行してるんですけども、ブレードサーバーとインフィニバンドの方は実行終了していますが、まだ、ラックマウントとギガビットイーサネットの方は 60% ぐらいの進捗ですので、もう少しかかるというところで、すでに終わってしまってるんですけれども、大体これだと2倍弱ぐらいの、性能が出てます。ネットワークをモデルによりますがインフィニバンドに変えていただくことで、これだけ性能差が出るというご紹介になっております。こちらの裏の部分も見ていただきたいんですけれども、同一のサーバーの数の構成でラックマウントサーバーで、システムを作った場合とブレードサーバーでシステムを作った場合で、ラックマウントサーバーですとこれだけ LAN のケーブルですとか電源のケーブル、非常に配線も、煩雑になってしまいまして、作業も大変になっています。ですけどブレードサーバーで組んでいただきますと、大半の部分このスイッチブレード、これ LAN のスイッチブレードで、こちらが、今回、おすすめでご紹介しているインフィニバンドのスイッチブレードですが、こちらの方すべてサーバーの内部でサーバーブレードと接続されておりますので、内部の血栓が不要です。ですので、外部とつないでいただくだけでケーブルの本数も大幅に削減できますし、作業自体も非常に簡単に、手間をかけずに実行できるようになっております。で、こういうその、高性能な PC クラスターシステムなんですけれども、簡単に、使っていただくことができます。
もともとは専門分野ですので、専門のソフトウェアが必要だったりですとか、情報もあまり多くなくて、お客様が自分で検証を行ってシステムを導入していただかなければいけなかったんですけれども、そこに対してですね、我々のこれまでの実績をもとにしておすすめできるOS ですとか、ミドルウェア、ソフトウェア、管理のソフトとかをすべて組み合わせて、富士通の方で検証を行いまして、おすすめ構成というセットの構成でご提供しております。これを使っていただくことで、例えば導入に検証を含めて数ヶ月かかっていたのが数週間で導入できるというような形で、お客様の導入、そして実際の解析業務も高速化することによって、お客様の商品開発というのを支援させていただくという、ご提案になっております。